はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで ARZ さんですね。はい、ボーマンのドラフトのアジア版です。よいしょ。で、今日発表ね、します。グループブレイクの、はい、昨日の分と一緒に。よいしょ。やっぱこう一人でも出てくるとね、うん、来ちゃいますね、はい。まあ発売当初もね、ボックス価格が高い高いっていう感じでしたけど、そこから上がっていくっていう、はい、余計手がつけられなくなっていくっていう、まあ毎年のねことですね、うん。はい、できます。紙と黒向けと仕分けしておきますので、届きましたらご確認ください。あ、サインだ。せーの。はい。ブレイデン・テイラーですね。はい。彼あんま見ないね。はい。お、一巡だ。一巡19位。うん。はい。タンパのショートだ。ショートでホームランも打てるってやつだ。おー。はい。いいですね。うん。6フィート1。ですね。2002年生まれ。あー、ってことは大卒ですかね。はい。オールアメリカ2023。あー。経歴は申し分ないですね。うん。はい。サイン来ました。よいしょ。で、あとはまあ、クロームと。で、はい。お、エルドリッチ。この辺とかもね、まあ、これからでしょうから。まあ、ラングフォードもまあ成績が持ち直せばですけど、やっぱりこういろんなピッチャーをいきなり見て、あ、ステンドグラスだ。お、マークス・クラーク来ました。いきなりこうね、どの投手が来ても打っちゃいますよっていうわけにはやっぱいかないと思うんで、まあ1回マイナーに落ちたとかね、そういうのも全然普通にあると思いますから、わかりませんからね。まあでもこのまま活躍したらやばいよねっていう。あ、なんだこれ、シリアル。はい、せーの。あ、レッドベターくんだ。あ、10シリ。おー、すごいね。これ何、レッドラバー、何これ、チャラバレッドラバー、何ラバー、ピンクラバーねえ。おー、すごいね。来ましたね。これで、ラングフォードのまた、ジャパフラ来たらすごいよね。あとワンパックか、ね。お、シリアルも来てる。はい。ルークさんもあれだな。はい。キャッチャー、6巡のキャッチャーなんだ。うん。シリアルですね。お、ラングフォード。ね。今。はい、クロームのベースでも結構いいですよ。はい、出ねえかな。あと3枚か。あ、ブレイク・ミッチェル。はい。お、いいね。ブレイク・ミッチェル決めたね。はい。ということで、開け終わりました。よいしょ。ラングほどね。来たね。で、シリアルも出ました。あとでちょっとローダーに全部入れておきますんで。やっぱいいよね。うん、はい。ね。マックスクラーク、メンツいいね。だからそう考えたら。うん。ね。はい。こんな感じで出てきました。で、ジャパフラのブレイク・ミッチェルでしょ。OK でしょ。うん。はい。じゃあこちらで、今日発送ね、しますね。またチャレンジしてください。ありがとうございました。